ヨッセンさんお疲れ様ですあのマージャン店を9年ちょっとやってきて顧客名簿が1500人ですねつまり名簿に書いたってことは私の店にお金を最低300円落とした方なんですよでそのレベルでも1500人ですよ10年間近くでだから1年間で100人150人ぐらいが来たってだけなんですよ1年間がだから365日だとしたら 2日に1人しかか集客でできてなかったんですよね。いや恐ろしい商売やったもんですねこんなのねで吉田さんが言われたように私の速果塾のセールス動画3000回ぐらい回ったやつねあれって動画1本なんですよで動画の内容って45分ぐらいわけのわかんないこと喋って最後の5分ぐらいでセールスしてるんですよね <laughs> そのそのまでの話と全く関係なくていきなり唐突にセールスしてるんですよ あんなね方法でよく売れたなと思いますしあのノリで買う人を避けるためにああいうふうにやってみたんですけどもうんやっぱりねこの動画はセールス動画ですよともう高額の塾が販売されますよっていうふうなサムネイルなのにクリックした人があれだけ多かったみたいなねなかなか面白かったですよねまあ今はとてもあんな芸トはできないですよもう本当になんかこう自分勝手な発信してずっとなりますんで当時みたいに何千回とかね えー、多い時には万という回数で常にもう毎日のように回ってましたけどもでライブ放送とかもね5600人来たわけですよ、うんまあ、そういうのはもうないですね私はねあのもう自分勝手な発信するともう要するに相当私の言うことにあの信頼関係を持ってくれてる人じゃないともうついてこれないんでもう再生数もね10とか20という時もありますよねその代わり濃いですねその10とか20は <laughs> 本当にありがたいことに、うん、もう言ってみれば YouTube の向こうにいる うんね、家族でもない方が多分その人の家族よりも私のことが大事に思ってくれて動画を見ててくれてるんじゃなないいかなと思うぐらいですねそれでね今回はあのそうインターネット、ね、YouTube を今 YouTube があるのにそれを収益源に選ばないっていうのは最初から勝負に負けてるようなもんだと思いますよね。 私もだからそっか塾売ったって言ってましたけども結局は YouTube で宣伝してますから最初から最初は facebook に YouTube のリンクを貼ったってところからだったんですけどもまあ今はね YouTube をドンと直接やれば別にその YouTube のリンクをどこに貼らなくても、あのー、見ていただけるんで当時はあの一番私がね頻繁に使っていたメディアが facebook で友達登録500人もいなかったですからねでしかもマージャン店のおやとして発信していて その同じニュースフィールドにネットビジネスですとかうね。このアナログとデジタルが融合した形でちょっと奇妙だったと思いますけども、だからこそ、え、麻雀テの味が何、ネットビジネスみたいな感じで興味を引いたのかなと、何が採用するか分かりませんけどね。まあ、とにかく、YouTube をその軸に選ばなければ、うん、相当苦戦を強いられるんじゃないですか。まあ、そうですね。私も就職してるわけでも何でもないですからね。 何の保証もないですからね。うん、もう本当になんか1から10まで、え本当にこう、ここにせんべいありますけども、このせんべいの代金ですら YouTube で稼いでるわけですよね。このなんかね、コネクターありますけど、これもですよ。ちいがみ1枚だって全部 YouTube から今収益得てますからね。うん、そう考えたら、うん、すごいなと思いますね、本当。で、あの、今回のタイトル、よざつゴさんがまた出るんですけども、よざつゴさんがほら、 インタビューで言ってたじゃないですか,なんかその東大生がインタビュアーとしてあのドバイかどっかに行って与沢さんにインタビューするんですよねで東大卒のエリートの,そのテレビ局の人が取材に行って与沢さんが聞くんですよね「えあなた東大卒ですかすごいですね貯金はどのぐらいあるんですか?」とかってああ500万ぐらいですかね」みたいな答えたと思うんですよ「あ500万ですかちょっと投資はそれじゃ難しいですね」とか言われてて投資の土俵にも載ってないことを突きつけられるんですよね でその後いろいろ言って何を言ったか詳しくは忘れたんですけどもこれはね与沢つばさんが必ずしも言ったかどうかわかんないんですけども私の印象としては東大まで頑張って出たのになんでその普通の人なんですかってことを言ってたと思うんですよで与沢さんはその中学出てあの大研を取ってですね、えー、それでまあ早稲田には入ったんですけども東大とはやっぱりこうレベルの差を運命で,ですよねでその早稲田のお卒業生から東大の卒業生でエリートコースのその テレビメディアのディレクターみたいなね道に入った言ってみればすごいエリートがなんか貯金もまともにできなくってフェラーリ1台も買えないようなところをなんか突っ込まれてねあの与田翼さんが言うにはいやーなんかねフェラーリも買えないような人生で何が楽しいんだろうってなんで笑ってられるんだろうみたいなね不思議に思ってましたけどもその感覚ありますよ私はね。 なんかその言葉自体は否定しないんですけどもいや貧しくていいわけないだろうと思うんですよ。いやお前はいいかもしれないけど一緒に暮らす人の被害を考えたら貧しいことは何の正当化にもならないかなと。ただいろいろやって貧しい中で幸せをつかむ方法はあるだろうけどもでも貧しいよりも豊かな方がより多くの選択肢と幸せをつかむ可能性が高いのは間違いないと思うんですよ。自分一人で生きてんだったらね貧しくてもいいじゃないかで済むんですけどもじゃあ自分が貧しいおかげで。 その親に何もできないとかね、えー、月末の支払いに苦しむとかね何かトラブった時にお金で解決できないとかいろいろ、うん、だから何も起きてない時にしっかり稼いでおかないと何か起きた時には手遅れになっちゃうんでそれこそその日暮らしで貧しくてもいいじゃないかっていうのは、うん、なんかね白旗宣言のような気がするんですよね。 特にこの日本で選択肢がこれだけあってまあ冒頭も言いましたけども YouTube 使ったらお金が集まるわけなんでんだから何をおいても YouTube が使えるようなスキルを高めておけば他のことは何もできなくてもいいんじゃないかなと思いますよね。そのぐらい極端に YouTube の力を引き出すことに成功すればん,なんか就職活動なんてバクバクしてやってられないですよね。 利益書を書く労力ですら撮影して YouTube にアップロードした方がいいんじゃないかなぐらい気持ちですよ。私も様々な店舗とかね、会社を経営している中で、全部の力が YouTube 一本に全然かなわないわけですよ。それは当たり前ですよね。YouTube って世界でナンバーワンツーの会社じゃないですか <laughs>。その事実を、ね、目の当たりにして、どこの無名な会社と付き合ってるのかなとも思うわけなんですよ。でしかも YouTube とか Google っていうのは、誰とでもコラボレーションしてくれるんですよね。無許可でやらせてくれるし。 利用規約さえ守れば誰でも売れるかみたいなところで入社試験もないわけですからこういったところを取引先にいきなり選べるってのはラッキーだと思うんですよねもう合理的すぎるぐらい合理的でいやこれ以上はもうないかなと思いますよねまあ YouTube 以外のなんか稼ぎ方でどのぐらいなんかこうね有益なものがあるんだろうかと思ったらほとんどないんじゃないかなと思っちゃいますよねそのぐらいは思ってるかな まあ少なくともマージャン店やる暇はないですよね。<laughs> <laughs> まあまあ、与沢さんが言ったようにね、うん、なんていうのかな、その、フェラーリも買えないような所得で、何、何を面白いことがその人生にあるのみたいなのは、そうだよねと思っちゃいますね。別にフェラーリが全てではないんだけども、だって3、4000万稼げないって、え、何もできないじゃんとかね、何も選べないじゃんとか、それこそ、あの、右往左往しないといけないですよね。 で支払いの時も本当細かく計算しなできなかったりとか窮屈じゃないですか、うん、でねなんかこう、まあ、家族とか抱えてたらほらまた水出しっぱなしにしてみたいなねいや確かに水の出しっぱなしはよくないし節約するべきなんだけどもそれが自分の金がないからそういうふうなことを言うのかそれとも余裕あるけどでもしつけとして、ねうんそう言ってんのかもったいないから言ってんのかって全然動機が違ったりとか。 そそもそもね金がなかったらねほころびた服をいつまでも着なくちゃいけないみたいな状況になったりとかそれがしまいには気,気にならなくなっちゃうわけですよもちろんボロい服着ててもいいんですけども、うん、でもまあ足元見られるのは間違いないかなと思いますし結局そのボロい服を着てるとねボロい服が気にならない人との付き合いだけが残っていやなんかみそばらしい服着てるねっていう人の縁はなくなっていくと思うんですよもしくはすごく蔑まれて嫌な思いするんじゃないかなと思うんですよね だからこう日常生活とか細かいものは手入れとかメンテナンスとかねそういうのにも多分もう全然行き渡らなくなっちゃってきたりとかねいろいろ変わってくるんじゃないかなと思いますよねいやもうねなんだろうね YouTube 様々じゃないですけどもやっぱこう抜群のテクノロジーを手に入れるっていうのはまあ私も目の付けどころ良かったかなと思いますし少なくとも マージャンでいくらね私が強くったって1,000万2,000万って金額は稼げないですから、うん、それこそ毎月10万とか20万稼ぐのがねマージャンの勝ち負けだよないやっとでしたからね、うん、しかもそれ毎日やらないといけないんでね <laughs> やってらないですよもうなんか人生の貴重な時間を数時間無駄にしてそれで得られるお金が 月間で10万20万とか言ってどんなに二足三文の暮らしなんだと思っちゃうんですよねまあそれでもほとんどの人は麻雀やったらお金が失われることになるんでそれよりはましゃっていうレベルですごい下を見て暮らさないといけないみたいなことになっちゃいますよねえー、ということでねあの余沢翼さんの言葉ねフェラーリ買えなくて何が楽しいんだろうっていうのはまあ本当に決して人をバカにするわけじゃないんだけどもまあでも与沢さんはね心の中で軽蔑してるって言ってましたねその少ない消毒で満足してる人っていうのがひいては この GDP をね、すごく落としめてるんではなかろうかっていうところもありますし、まあ、ひどい言い方になるけども稼げない人がこの社会的活力を失わせてるというふうな見方もできるなと思ったらそういう見方ばっかりじゃなくって、まあ、でもそういう人たちのためにもなんかね提供できるものないかなとかそういう人たちのおかげでやっていけてるっていうところを探すことはできないかなっていうね、まね、あ、葛藤もありますよね。 無駄な人は一人目ないっていうことは本当にその通り信じたいと思うんだけどもじゃあどういうふうに役に立ってるのかってことを見つけてあげてその人の生きる意義っていうのを我々は探していければいいんじゃないかなと思いますよねあちなみにね GDP の話になりましたけども GDP って私は思うんですけどもなんかすごく時代遅れの司法のような気がするんですよね GDP の前は GNP っていうのがありましたけど要するに国内総生産とか国民総生産って言いますけども、まあ、つまり生産材なんですよこれはテレビとか車とか,そのなんか雑誌とかね 物を作っってる総和が GDP だったその時の指標はそれで良かったんですけどもでも物が行き渡るようになって今はサービスとか IT とか要するに物体を作ってるわけじゃなくて質を作ってる時代なんですよねつまりその質を作ってるのが GDP だったり例えば医療費の規模が GDP の2割とか3割を占めてるようなアメリカとか日本において GDP の大きさって結局はあの何の強さもなんか示してないのかなと思うんですよ。本来 GDP っていうのは物量とかね 生産する食料とかね、それとか輸送のスピードとか連絡網とかこういったものは GDP として国の強さはダイレクトに反映するはずなんですけども今の GDP って、うん、もう本当サービスですよねなんか知恵とか情報とか送り合って何も物はできてないのに GDP っていうのがいまだに使われてるのはなんかすごい大きな騒動を生んでるんじゃないかなってことをなんか日々感じるんですけどもこんなこと考えるのは私だけでしょうか <laughs> うん言ってみればねこうエンンターテイメント、ね、ビデオとか,なんかその こう,いうね、こういうののなんか販売とか映画の売れ筋とかね、うん、アニメとかサブカルチャーの売り上げも GDP じゃないですかだからそれが膨らんだからといって何の国のの国強さなのかなかと思うわけですよやっぱり砲弾とかねシェルターを作るための予算に対しての GDP だったら強さを示すもんだと思いますけどもなんかすごく GDP が空洞化していってあまりにも意味がないんじゃなかろうかと思うわけですよね。うん、例えば日本の自衛隊は砲弾が足りなくて いざ戦場に出て配置についても打つ球がないみたいなね予算がなくなっちゃってそのぐらい GDP っていうのはハリボテなんじゃないかなというふうに感じますけどねまあ暇だとこういうことも考えれるってことですかはいいってらっしゃい。